これ撮れとるんかね。ちょっと動画でも撮ってみようかなと。っていうか今これあのエナの辺なんですけど、いやこれいいね。なんかこう思ったよりもね、あの川綺麗ですよ。この辺普通にこうやって民家とかあるんだけど、この辺の人たちいいっすね。こんな綺麗な川が近くにあって、よいしょ。暑いですよ。名古屋の方とか昼間とか普通に37度とか行くじゃないですか。でこの辺の方が標高的にはいくらか高いはずなんですけど、まあ暑い。バイクで走ってないいですけどね。走ってないとね、全然ダメですね。今からね、どこに行きたいかっていうと、昔一回行ったことがあるんだけど、この先に湧き水が出とるところがあるんですよ。あんまり覚えてないですけど、湧き水が出てて、もうね、初めて行ったんですが、この湧き水がどういう湧き水かもうよく知らんかったから、あと冬だったっていうのもあって、何もせずに帰ってきたんですけど、どうもネットで調べるとここの湧き水って結構美味しい、とってもいい湧き水だってことなので、今日はこの湧き水をちょっと飲もうかなと、飲んでみようかなと、そう思ってるんですけどね。今国道418号線っていうとこ通ってるんですけど、まあ、結構細いですよ、国道だけど。おっと、バイクが来ましたね。でも今このエナっていうこの辺り、もう周り全部こう山なんですけどね、別にそんなものすごい標高のある山とかそういうのじゃないですけど、山に囲まれていて、まあ自然たっぷりな場所なんですけど、こういうところにも結構民家がある方なんですよね。決してその田園風景とかその米どころとかそういうところでもなさそうだし、なんか大きな畑でなんかこう野菜を作ってるっていう感じもそんなにするわけでもなくて、この辺で住んでる人何やって商売するのかなっていう疑問がちょっとあるんですけど、結構民家ありますね。ここからは、大型車は入らないでくださいぐらいの感じですね。今なんか水汲み場までは行けますねとかって言ってましたね。いいですね。なんかね、道路は道路でいいんですけど、なんか河原に降りられそうな場所が結構あるんですよ。で、ほらこれとかこれとか、あ、これはダメか。でもなんか行けそうですよね。っていうのがね、いっぱいあって、なんかね、こう、ここのところはもう再土地じゃないですか。沼寺さん的に言わせると。なんでね、こう、実際がね、こう、何もないんだけど、それに逆に面白いっていうか、そういう感じのところですね。もうちょっと、ちゃんとした場所覚えてないんですけど、どっちにしても今これ418を西から東に向かっていて、153号線にぶつかるまでにはこう間違いなくその水の湧き水はあるはずなんですけど、そこまでね
たい。カメラには映っとらんかもしれないんですけど、結構ね、こう、ここ入ってったらどこ行くんやろうっていうような怪しい道があって、ちょっと面白いですね。あの今撮ってるバイクがこれ WR250 なんで、まあ、ちょっと足つき良くないんであんまりこう U ターンとかしたくないんですけど、まあでもそこそこ行けますよ。今日はね、ちょっとキャンプに行こうと思ってて、荷物がちょっとそれなりに乗っかってるんであんまり身軽じゃないんですけど、あと時間があんまりないと。今日は初めて行ってみる、その割と無料だと言われている、ここまで行けそうだな、降りれそうだな、この辺は降りれそうだけど家族でも来るのはちょっとしんどいかな。今日はね、結構秘境だというふうに言われているキャンプ場を、ね、巡ってみようかなと思ってます。巡るっていうのは2泊するっていうわけじゃないですけど、何泊もするっていうわけじゃないですけど、1つ目が、岐阜、長野県、下伊那っていうところの方にある二軒屋キャンプ場というところで、そこは無料なんですよ。で、なかなかこう車でのアクセスが、まあ、今走ってる道みたいな感じであんまり良くないらしいんで、車にとってはなんで、バイクにはちょうどいいかなと思って、ちょっとどんな様子なのかっていうのを見てこようかと思ってます。ここ滝あるって書いてあります。滝辺とかもサイト地ですね、これ。不動の滝へはここで車を止めて徒歩。ないよ。あ、違う。ここ降りるってこれじゃないか。この先にきっとあるかな。まあちょっと行くと。はい。あそこじゃない？ここは最高地でしょ？でですよ。あ、ここに布団滝あるじゃないですか。なんかいっぱい人おりますな。こんにちはって行くのかな。よいしょ。よいしょと。ブドウの滝。ここ、これはどこに滝があるんじゃ？これバイクしかねえぜ。あ、あった。見えた。一瞬見えた。まず。なんかありそう。ここを越えて、これ、あ、宇宙中のここですよ、行きたいの。おー、なるほど。いいね、この辺。いいね、もうなんか良すぎて、喋ることが、喋らん方がいいですね。とにかく、こっからあと7キロぐらいで、あ、そこで譲ってくれとるね。今日、来たかな。やったかもしれん。ごめん。この辺クマが出るんだ。7キロって言うとね、結構あるよ、こういう道で7
ガラッとした道路じゃないとね、意外と時間かかるんですよ。飛ばしてるつもりでもない地形なんでね。山だもん、もうこっち見ても。だから、日本に山っていっぱいあるじゃないですか。で、特に何て言うんですかね、中部から北陸の方まで。してみるかみたいな感じで、そういうツーリングやってみるのも面白いような気がします。ほら、こういうね、見どころというか、綺麗な景色が本当たくさんあるんですよ。だから、バイクとか持ってるとね、スピードなんか全然出す必要ないですね。そういうの出さない方が面白い。湧き水のところの脇からね、ちょっと河原にね、降りることができたんでね、ちょっと降りてみたんですよ。もうね、いいですよこれ。結構涼しい。なんかここまで来ると涼しいね。しかもこれ、全部これ風呂ですよ。風呂、風呂、風呂、風呂。めっちゃ綺麗。
めっちゃ綺麗ですよこれ。でね、まあ、結構岩場でね、歩きやすいし、椅子座るところもいっぱいあるんでね、僕だったらなんかこの辺でちょっと座りながら座って、てかここ十分秘書になるね。座ってここでなんかラーメンでも作りたいね。いや、いいですね。